東ニュースをご覧の皆さん、こんにちは。大家好，我是三上优雅。好きな男性のタイプは、子犬みたいな、なんか笑顔が可愛らしい、可愛らしい男性がすごく好きです。ファースト写真集から、まだ発売から半年くらいしか経ってないんですけども、それでセカンド写真集を出せるということで、私とても写真集を出すのが最初夢で、もう2枚目を出せるということで、本当になんか皆さんがたくさんこう前回のやつを見てくださったから、こうやってまた2枚目を出せるので、今回も本当に皆さんにたくさん見てもらいたいのと、今回の作品はこう笑顔がたくさん多い写真集なので、こう見てる方になんか元気になってもらえたらいいなって思います。 DMM アダルトアワードは本当にすごく大きなアワードなので、すごく緊張していたんですけども、本番まで撮れるかわからなくて、当日こう自分の名前が呼ばれた時に、本当に一番に応援してくださる皆さんの顔が浮かんで、本当になんか頑張ってきてよかったなって思ったし、これからもっともっと頑張っていきたいなと思いました。今よりももっともっとたくさんの方に知ってもらって、私のことを好きになってくれる人をしたいなって思ってるのと、こうやって台湾で今お仕事がさせてもらっているので、もっともっとこうやって国際的にもお仕事ができたらいいなと思っています。